皆さんこんばんは、男屋リブート代表の佐々木です。今日はですね、コロナの感染症対策のね、準備が整ったんでちょっとご紹介したいと思いますんで、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、今日は感染症対策ということで、紹介、男屋リブートのね、感染症対策をちょっと紹介していきたいと思います。ですね、まずこちら入り口ですね、キャッシャーの部分なんですけれども、こちらですね、コイントレイを使用します。ちゃんとね、コイントレイを使用します。ちょっと順番間違えたけど、まずね、来ていただいて消毒をね、していただきます。でちょっと私今日一人なんでマスクしてないんですけど ね、ちゃんとマスクをしていただいて、でこちらですね、検温をさせていただきます。35.7。はい、35.7、ちょっと低いっすね。まあいいや。で、37.5 度以上の方はですね、もしかしたらちょっと入場お断りすることもあるかもしれないんですけれども、そこはご了承いただけたらと思います。はい、それでは中へ入ります。じゃじゃん、なんとステージアクリル板を一生懸命オーナーがつけました。一生懸命つけました。こんな立派なのがね、つきました。こちらはですね、飛沫防止のアクリル板となっております。で、ですね、お客席は、だいたい30人ぐらい入りますので、もう毎回ですね、ライブ30名限定となりますが、30名で皆様楽しんでいただけたらと思います。そして、こちらですね、ドリンカーの方なんですけれども、ドリンカーの方もね、ちゃんとこちらをご用意いたしました。そしてですね、プラカップも、今まではね、リユースのプラカップ使ってたんですけれども、もうその都度使い捨て、ちゃんとですね、使い捨てでやっていきます。そしてね、ハンドジェル、除菌スプレー、いっぱい用意してるからね。こっちトイレなんですけどね、トイレの方にもね、アルコール、手指消毒アルコールをね、ちゃんと用意してますんで、そちらをね、たくさん使っていただいて、で、入り口の方とこっちとね、こっちですね、はい、換気をね、定期的にやっていきます。そして、換気扇もね、きちんとついておりますよ。ちゃんと換気扇もついてますね。そんな感じでバチッと感染症対策をして皆様とまたライブを楽しみたいと思っておりますので、ぜひね、安心して遊びに来ていただけたらなと思います。どうかよろしくお願いします。よろしくです。